前田園長、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。これからじゃあご案内してくれるのは前田洋一園長。動物のあれこれいろいろ教えてもらいます。雨の日も楽しい動物園ですからぜひ待っていきましょう。楽しみです、はい、まずは戸部動物園のアイドルにご挨拶。あ、来ましたね。おお、新しく戸部動物担当します、はい、鈴木です。よろしくお願いします。ホッキョクグマのピース。チャームポイントの真っ白い体に意外な秘密があるそうで、ぱっと見こう白く見えるじゃない。白いですよ。白く見えるけど実は毛 は白じゃないです。白じゃない。取ってよく見ると実は透明なストローがいっぱい、光が通るときに光が乱反射するので白っぽく見えてる。そうです、見えてるっていうだけなんですね。実はホッキョクグマの皮膚は熱を吸収しやすい黒、透明な毛が太陽の光を体に届きやすくし保温効果などを高めていると考えられているんです。現在21歳のピース、まだまだ元気で長生きしてね。続いては、来ましたね。あ、来た。私鈴木が大好きなカピバラ。のんびりしているように見えて意外と動きが早いところがギャップ萌えなんです。ネズミの仲間で最も大きいと言われ、野生では水辺に暮らしています。なんか今日雨じゃないですか、はい、さっき雨宿りというかちょっとしてるのかなって思ったんですけど、そこが不思議ですよね。本当は水大好きな生き物なのに、うん、雨宿りをするというのはその秘密をぜひ通って探ってもらったらいい。そうですね、ちょっとカピバラ大好きなので、うんうん、解明したいと思います。解明してください。おい、大きい。これも声かけたら分かりますよ。雨の中プールで水遊びを楽しむアフリカゾウの親子、末っ子とわちゃんもいつも以上にハイテンションです。これがまあ雨の日の特権ですね。そうですね、これはアフリカ行ってもなかなかこんな姿は見えないですよね。おいおい、お前たち喧嘩はやめろよなんて話し声が聞こえてきそうなマッスルボディーな赤カンガルーたち。陸上をうろうろする哺乳類って、はい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 、お尻と尻尾の境目がはっきり分かるじゃないですか。あ、分かります。見てください、分かんないでしょ。確かに、お尻からそのまま尻尾になっているのは胴体かのようにだんだん細くなっていくんですね、はい、陸生の哺乳類としてはあんまないんですよ。でこれはどっちかいうと爬虫類、ワニとかトカゲとか に似たような。不思議。不思議でしょ。戸部動物園では赤カンガルーの赤ちゃんがお母さんのお腹の袋から顔を出したばかり。この時期限定の愛くるしい姿に癒されちゃいました。あ、出てきましたね、セザンヌちゃん。最後は前田園長一押し、赤ハライモリ。日本に生息していて赤いお腹と黒い背中が特徴ですが、こちらイボンヌとセザンヌの2匹はミュータントと言われる色彩変異した個体なんだそうです。2匹とも17歳でイモリの中ではかなりのご長寿なんですよ。割とですね、やっぱり皆さん飼っとる時に長生きさせられないそうなんです。というのは実はお水の買いすぎだったり頻繁に変わるっていうのはすごいストレスになるので、じゃあお水を汚さない方法を考えるっていうんであれば、この子たちは多分ピンセットで持っていったら直接口を持ってきて食べる。今回特別に餌やりを体験させていただきました。見えぬかもしれないです。もうお腹いっぱいかな。食べてくれました。やった。動物園に来られた時に我々が 100% 答えを言うんじゃなくて、動物が伝えてくれてることのヒントをお伝えするから、皆さんが自ら動物に聞いてほしい
ていうのが、まあ、我々の願い